何がおかしいのよ。なんでのぞみちゃんの妹さんがお父さんに捨てられなきゃいけないの？のぞみちゃんだって閉じ込められてはいたけれど、出て行ったのはのぞみちゃんの意思であって、お父さんは関係ないよね。それに、みかげちゃんっていつ鬼にしてもらったの？みかげちゃんがのぞみちゃんの前に現れたのって、主が封じられた後だよ。それの、何がおかしいの？のぞみちゃんが人から鬼になったのは、主にしてもらったからだよね。ええ、そうよ。それじゃあみかげちゃんは？え？みかげちゃんは誰に鬼にしてもらったの？それは…それは？だいたい後から来たみかげちゃんの方がいろいろ物知りなのって変だよ。封じの解き方とか、のぞみちゃんも知らなさそうなことをいろいろ。ないわ。それじゃあお姉ちゃんののぞみちゃんの方が立場が上なの？上だもの。みかげは私の言うことなら何でも聞くわ。気がついたかしら。あ、のぞみちゃんとみかげちゃん。
蓮様、もういいでしょうか。まだよ。ほら、ちゃんと言うこと聞いてるでしょ。もう少し。やっぱり。まだ疑ってるの？それじゃあのぞみちゃん、今日は帰るわよって言ってみてくれる？私が寝てる間にすぐに飲ませるから少しだけ我慢しろって言ってるみたいなんだよね。だからお預けじゃなくて今日はなしでも言うこと聞くようなら信じてあげる。それは。言うこと聞かせられないんだ。できるわよ、それぐらい。みかげ、今日はもう帰るわよ。姉様、こんなわけのわからない人の相手をして疲れてしまったって言ってるの。姉様、それならばなおさら。お黙りなさい。みかげ、私が帰ると言ったら帰るのよ。何よ、その不満そうな顔は。姉様は主様をお助けしたくはないのでしょうか。そんなことはないわ。でしたら何故に荷重の血の持ち主を見逃そうというのでしょうか。それは、邪魔な柱や鬼切り役がいないのになぜ。ほだされましたか。姉様はもう少し主様の役に立ってくださると思ったのですが、どうやら買いかぶっていたようです。ちょっと、御影？もう
姉様の手は借りません。のぞみちゃん、なんで？分け身を作るのに使った分は姉様へ行くはずの力ですから、両月から力を受け取れなければじきに消滅します。姉様はもういりません。主様の分け身玉としての判断です。あなた、あんなにたくさんの御影から血を吸われたい？
なたね、自分の命の瀬戸際にどうしてそんなに余裕なの。のぞみちゃんも休まないと、すごく顔色悪いっていうか。のぞみちゃん、よかったら私の血飲む？それこそ命の無駄遣い。敵に塩を送ってどうするの？私が飲んだ血の力は一度了月へ行ってしまうから。あ、御影が、主様がご自身の玉を分けた存在だったなんて、ね。でも、それじゃのぞみちゃんは…私はもういいわ。私を拾ってくださった主様に見放されてしまったんですもの。座敷の外にある世界も十分に見たし、普通の鬼では一滴たりとも口にできない二重の血だって飲んだし。それなら、どうして私を連れて逃げたりしたの？私の取り分を持っていこうかと思ってね。もうすぐ。